おい、起きろよ。昨日も最高だったぜ。あなたも。なんだよ、急に。なんで？おい、どういうことよ、これ。いや、これは別に。お前、親友の女取ったのかよ。違う、本当に信じて。人間のクズだろ。待って。まあいいや。それ、どうしてだかじゃん。でも、友達の女って燃えるよな。その趣味やばすぎ。人の女ほど魅力を感じんだよな。あ、ごめん、この後彼氏だから行くね。その後俺んち来いよ。ごめん、今日は無理、じゃね。だよ、いらでな。すいません。お前謝って済むと思ってんのか。これだから今時のガキはよ。おい、おい、おい、金用意しろ。ただぶつかっただけじゃないですか。うん、100万で勘弁してやる。そんな大金すぐには。誰でもいいから借りろ。じゃないとコンクリューメンツ。どうしたの？おちょっぱり金貸してくれないか。え、無理だよ。その人に借りて。おい、おい。何？金貸してくれないか。は？あんたのせいでお母ちゃんと別れたの。お前もノリノリだっただろ。もうかけてこないで。さようなら。あ、ちょっと。おめえ人望ねえな。どうか命なんかは。さっさと電話しろ。なんだよ。な、一生の願い。金貸してくんねえか。お前俺に何したか分かってるのかよ。本当に悪いと思ってる。金払わねえと死んじまうんだよ。お前は親友だったけど自業自得だな。悪い。そんな。ああ、お前の人生短かったな。よう。あ、ボス。どうか玉だけは勘弁してください。玉取ってアイドルやってもらうわ。